長野県マリコ修学館高等学校は、長野県上田市に所在する公立の高等学校。かつては、長野県マリコ実業高等学校という校名で、長らく、実高、または、丸みの略称で知られた。文化祭は、流門祭と称する。現在の略称は、マリコ、丸高、丸治むである。このように甲子園では勝ち星に恵まれず、松小学園、 長野高校とともに打ち、弁慶の楽院をされている。同校は、体育系課外活動にて、競合と称されることが多いが、生徒及び関係者の素行不良などがたびたび問題になっている。特に課外活動上での不祥事が多く、本校では刑事事件に発展したものを記す。1969年7月25日の、 第51回選手権長野大会本戦1回戦において審判の判定に不満を持ったマルコミ・ノルダカが遅延行為に出たため没収試合が先制られた。没収試合を告げる場内放送後、マルコミ・ノルダカの関係者らがこの決定に逆上し、暴徒化。最終的には長野県警の警官隊百三十人が出動し、逮捕者二名を出すという高校野球史上最悪の 不祥事にまで発展した。詳しくは、放棄試合の功を参照されたい。1978年に野球部員が、強姦事件を起こし逮捕され、これがもとで、日本高等学校野球連盟から1年間の、対外試合停止処分を科され、当時の野球部長と監督の辞任にまで発展した。2005年12月、男子バレーボール部員の生徒が自殺した。 自殺した生徒の母親は自殺の原因はバレーボール部内のいじめによるものだとして校長を殺人と名誉毀損で刑事告訴しさらにバレーボール部員とその両親校長長野県に損害賠償を求める民事訴訟を起こしたまた母親は後日長野県教育委員会の職員一名と長野県警の警察官一名を名誉毀損及び地方公務員法違反で 刑事告訴した。これに対して、バレーボール部の保護者会を中心とした30名が、いじめの事実はないのに、加害者と決めつけられて、精神的被害を被ったとして、自殺した生徒の母親に損害賠償を求めて逆に民事訴訟を起こした。ありがとうございます。